皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は〇〇が悪い人の20%ががんになるというお話です。昨年からですね、このような CM を見るようになりました。これ GFR 値が59以下の人はお医者さんにご相談をということで、これはですね、日本腎臓協会とアストラゼネカ株式会社による、慢性腎臓病を早期に発見しましょうと、そういう趣旨の CM です。慢性腎臓病は、腎臓が何らかの原因で障害されて血液をろ過する機能が、落ちてしまう、あるいはですね、タンパク尿が出るというですね、新たな国民病の一つとも言われています。症状が出にくいこともあってですね、隠れ慢性腎臓病の人が結構ですね、多いというふうに考えられています。そしてこの慢性腎臓病は早期に治療介入することで重症化を防げるということが特徴になっています。慢性腎臓病はそのですね、重症度に応じてステージ1からステージ5までの5段階にですね、分けられていますけれども、その指標となるのが eGFR 水酸糸球体ろ過量です。これは腎臓にどのぐらいですね、老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示した数値で、低いほど腎臓の働きが悪いということになります。最近ではですね、健康診断の腎機能の測定項目にもこの eGFR が採用されるようになりました。一般的にこの eGFR の正常値はですね、60以上です。ですから、60未満、59以下はですね、腎臓の機能が低下していて、慢性腎臓病が疑われるということになります。腎臓は、老廃物を体の外に排出するだけでなく、血圧を調節したりですね、あるいは血液、赤血球を作る手助けをしたり、ビタミン D を活性化するなど、いろいろなですね、役割を持っています。ですから、腎臓の機能が悪くなると、いろいろな病気を発症しやすくなるということが分かっています。中でもですね、この慢性腎臓病があるとがんの発症リスクが高くなるという研究結果があります。例えば、血液透析を受けている患者さんにがんが多いということはよく知られています。今回ですね、海外からの研究を紹介して、慢性腎臓病とがんのリスクとの関係について解説したいと思います。昨年2022年の8月に、プロスワンという雑誌に報告された論文です。これはアメリカのですね、大学病院における、1万人以上の慢性腎臓病の患者さん、これ基準はですね、eGFR が60未満ということですけども、この患者さんの医療情報を、20年以上にわたって追跡調査して、すべてのがんの発症率を調べました。その結果ですね、13,750人の慢性腎臓病と診断された患者さんのうちですね、観察期間中に2,758人、20%がですね、がんを発症していました。つまり5人に1人はですね、がんになっていたということで、これ明らかに多いですね。そしてがんの種類については、最も多かったのが消化管のがんで、その他としてはですね、前立腺がん、それから他の尿路系のがん、胸部のがん、乳がんなどが多かったということです。こちらのグラフのようにですね、この時間とともにやはりがんの発症率が高くなってくるというような結果でした。もう一つですね、研究を紹介しますけれども、これも2022年の6月に Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention という雑誌に報告された論文です。この研究ではメンデルのランダム化解析というですね、ゲノム情報を用いる研究手法によって、慢性腎臓病の指標であるeGFR と、アルブミン尿、そして19のですね、部位におけるがんのリスクとの関係を調べました。その結果ですね、慢性腎臓病があると腎がん、白血病、子宮頸がん、そして大腸がんのリスクが優位に高くなっていたということです。以上の結果よりですね、慢性腎臓病の人はやはりがんのリスクが高くなるということが研究から分かりました。慢性腎臓病の人、あるいはですね、腎機能が低下しているということを指摘されたことがある人は、
もちろんその腎臓の検査や治療をですね、続ける必要があるんですけれども、それに加えてですね、やはりがんの検診も受けることをお勧めします。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。